かり煮汁だよね。じゃあワンピースか。ワンピース、まあ鬼滅だったら鬼滅で固めないとね。あーこんにちはだね。こんにちは。ちょっと今ね、うん、他の鬼滅サイズ探したと思って見つけこなかった。あるんだけど、うん、こんにちはだね。これ一番がね、全部やめとくってどうなってるか、なぜかこう言ってしまうと思うのか、もう行っちゃったんだよね、うん、なんで今貯金してるんだろうね。へえ、うん、まあ他のシリーズじゃこのあれ、ね、これも鬼滅なんだけど、まあこれもシートなんだよね。シート伊之助さんのシートだね。でっかいんだよねこの伊之助さんのシートね。花がでけえけどね、ブーってね。だけど抜いたらすごくあのイケメンなんですよ。本当こんな顔じゃないんですよ、ね、これ。まあ来月ねあるから、中旬にあるから楽しみですよね。うん、でこれがちょっとあれだけど、こうわかりだね、でっけえバージョンなとこで、うん、目がはっきりしててね、いやいいな、こんな叶ってみたいね。イケメンだから、うん、髪型もかっこいいしね、このあとこのイヤリングみたいなね、これもいいなと思って、こう僕は鬼滅なのだ、こんなんじゃないな。あれはいい声だから私はできんけどな、うん、あの熱ってやつでね、そうやっつけるっていう、うん、うん、隠さずとこの中にサイヤがついていてかっこいいよね。目に勢いがあるよねこれね。あ、僕は行きますので、まあちょっと違うな。まあできないけど、うん、水の呼吸とかね、なんとか呼吸とかね、鞘がこんな感じですね。絵がうまいよね、このこれだけですぐから忘れられるし、この熱ってさっきも言ったこれもいいなだってね、うん、まあ、来月中旬になるとね、あの始まるからまた見る人増えるでしょうね。11時15分からだって。多分ね、バックアップじゃなくて、ネットで多分またね、あれあると思うよ。最初に11時15分じゃなくてもね。うん、この DVD っていうかね、その映像シリーズも出せばいいのにね、って本だけどね。レンタルとかもあるだろうけど、うん、そういうのを増やしたらいいのになとかね。まあ鬼滅のねマーケティング取らんとそれはあれだけど、ダウンロードだったらマーケティングいらんだろうしね、うん、ハードディスクに、ま、売ってしまうということに、そしたら、キャッシュレスで払えば、まあ、その場でデータが完了できるし、いいよね。そのキャッシュレスがちゃんとしたもんじゃないとちょっとあれだけど、なんかそういうしやったら、まあマーケティング取らんともう意味ないだろうけどね。今ネットがあるからマーケティングなんかすぐ取れるじゃない。でダウンロードでね、おすすめはダウンロードで売ってしまったら一番いいかもね。ゲームじゃなくて映像ソフトね、うん、映像ソフトをね、DVD で買う人もいるだろうけど、すぐ見せたい人はダウンロードをね、ハードディスクに入れちゃうとかね、そういうのできたら便利だろうね。その彼が海賊したらいかんよって、海賊版出しちゃダメよっていう信号エールとかにしたんだよね、うん、やっぱ海賊版やるとほら、せっかく作った人がね、